始まりました、今回は合宿の1日を簡単にお届けします。合宿の一日の撮影はもっと簡単に撮影できるのかなって思ったんですけど、意外と手がかかってびっくりしましたね。今まで見てた YouTuber の動画とかも、もうすごい手がかかってんだなと思って、いやー、ほんと YouTuber すごいなって思いましたね。まあ大体朝はこんな感じで顔洗って櫛で整えて歯磨いて、それでって感じですね。ご飯食べ行ってって、鶏見ると近寄りたくなっちゃうんですよね。今日の朝ごはんです。いただきます。これは僕実は甘いものがすごい大好きで、ホイップクリームとかパンケーキとか食べちゃうんですよね。入水前は、かなり入念に準備するんで、まずは、ストレッチからいろんな動きをやって、体をほぐしてから、補強に入ります。あ、めっちゃ硬いなこれ。朝だから体が固まっててめちゃめちゃ硬いですね。この動き意外と大事なんですよね。朝起きてすぐもやるんですけど、インナーのトレーニングも入念にやってますね。僕は怪我しちゃったりしてた時があったんで、そっからずっとインナーはやってますね。朝はこの日はいろんな腹筋をやって体に刺激入れてますね。まあ後ほどトレーニング動画とかは上げようと思うんで、今回はほんの一部だけサクッと紹介します。撮ってないでしょ。撮ってる。肩甲骨の動きもしっかり出して準備します。腕立てもこの種類だけじゃなくてたくさんの種類をやっているので、腕立てもちょっと紹介できればいいなと思います。朝は
キックとプルを中心に練習をしました、キックとプルそれぞれねちっこく、最後までみっちり追い込んだんで結構きつかったですね。まあ、練習中コーチといろいろ話しながら動きとかも確認しながらやるんで結構いいですね。集中してできます。ただコーチは多分いろいろ負担が大きいんで大変かもしれないですけどね。終わりで、ありがとう。どうした？何してんのってYouTube 撮影中合宿の一日みたいな。それ何ですか？なんでだよ。何何何それ、見して見して。なんでだ。朝練終わったね。雨降ったね今日。雨降ったね。嫌だね。まあ、ね、ああ。コッコさん。それ何分ぐらい冷やすんですか？15分ですね。やりすぎると半分くらいになっちゃう。よくやっちゃうけど。これが昼ご飯です。ご飯とスープはおかわり自由です。いただきます。こんな感じで合宿の午前中は過ごしてます。まあ、本当はストレッチとかいろいろやってるんですけど、それ紹介しちゃうと長くなっちゃうんで今回はカットします。まあ、合宿はトレーニングがかなりハードになるんで、昼寝はいつも以上に大事になってきますね。寝相がすごいですね、これ。あんだけ綺麗に寝てたのに、布団がめちゃめちゃになってますね。
午後も、まあ、ドライは見ての通りたくさんやるんですけど、まあ、今寝てただけみたいな動作あるんですけど、あれも背中の運動なんで今度紹介します。午後はネガティブハードというメインをやって、前半はそこそこのスピードで行って、で後半そのスピードよりも速くレースペースで帰るっていう練習をやりました。この時は前半が26秒半ばぐらいで行って、後半は24秒で泳ぎました。練習後ストレッチとかアイシングとかいろいろやってたら、まあ、こんな時間になってしまうんで、まあ、練習終わったら真っ暗ですね。1日の練習終わりました。これから何ですか？これから寝ます。ん？寝るの？飯は？飯いいですね。今の誰？いただきます。食事を終えて、でこの時間にやっと部屋に帰ってくれます。まあ、表情見て分かるようにもうクタクタですね。顔がすごい疲れてますね。でこの後、まあ、練習のもの片付けて、で明日の練習をコーチと話し合いながらメインを作っていくっていう時間ですね。この時間が結構大事で、いろんなことを話してやっていきます。パックしていきます。冷蔵庫に入れとくとパックがキンキンに冷えるのですごい気持ちいいです。15分経ったんで終わります。まあ、こんな感じで、合宿の1日を終えます。で本当は今日はケアも受けたんですけど、取り忘れちゃったのと、まあ、あとはモーニングルーティーンとナイトルーティーンはかなり端折っちゃってるんで、今度別々に、動画上げたいと思います。じゃあ今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。